ホリエモンチャンネル。でもね、スティーブ・ジョブズがいた時のアップルはかっこよかったんですよ。今の人たちには分かんないだろうな、かっこよかったんですよ。だから当時マック持ってるよ、あ、マック持ってるんだ、すごい、なんか秘密結社のメンバー同士みたいな通じ合うんですよ。だってさ、NEC のさ、88とかさ、売ってるのにわざわざ Mac 買ってさ、相当変わり種ですよ。だから Mac 机に置いてるし。いや、でも僕も結局ネットの世界に入ったきっかけは Mac ですからね。あ、そうなんだ。僕だからパソコンってかっこ悪いもんだと思ってたから、パソコン使ってる人が、オタクで暗くて、もうなんかチクチクみたいな感じだったんだけど、そのクリエイターの世界じゃないですか、どっちかって Mac って、こんなかっこいい世界あったんだなと思って、それで入ったから、それで仕事にしようと思ったから、このリンゴの木の下だって、もう一冊マッキントッシュ伝説っていう、これも絶版なんですけど、これさ、絶版って言ってるけど買うとこないんですか？だから電子出版出してくださいよ。え、出てないの？ちょっと面倒くさくてやってないけど、ちょっとやりますよ。で、これ Kindle とかで出せば売れるんじゃないですか？売れると思いますよ。今ね、ないもん、見てる人たちとか読みたい。堀江貴文監修で出してください。じゃあ、あれでまたこのシリーズで出しましょう。出しましょう。あれからロケットサイエンスという会社なんですけど、そこからちょっと Kindle で出しましょう。出しましょう。まあ、特に僕、リンゴの木の下では本当に読んでほしい、みんなに。でね、俺はその英語で言うとロックスターみたいな存在なんです、アップルっていうコンピューターを作った人が。マッキントッシュが10周年の時にマックワールドっていう雑誌を借りて、作った人にもうずっとインタビューをしたんです。あなたなんでこんなアイコンって誰が考えたのみたいな、これが全部インタビュー者なんですけど、みんななんかさ、アップル の Mac のフォントって綺麗なのって、あれはあれですよね、タイポグラフィーっていうかカリグラフィーっていうんですかね、あれを覚えたんだよ。それもあるんだけど、知られてない事実があって、スティーブ・ジョブズがどこまで何をやったっていうのは責任者であるわけだけども、やっぱ現場の人の力って強いわけで、ジョアナ・ホフマンっていうマーケティングの責任者になる人がいて、要するにマッキントッシュチームのトップになる人がいるんだ、女の子なんだけど、この人にインタビューしたの。そしたらこの人、ポーランドかなんか出身で、今共産圏に生まれた人なので、物がない中で電気製品は全部英語とかドイツ語で書かれていて、ポーランド語の自分としては読めないのばっかりで、自分がもしね、電化製品を作るんだったら、言葉が分かんなくても自分たち その故郷の人たちね、英語が読めなくても分かるように作ろうと決めてたんだって。それでこうマウスとか電気とかってい こうアイコンみたいなの全部やろうと決めたっていうのを言ってた。だからそういうヒストリーもあるんだろう。だから意外と物を決めるのって生身のその人の歴史だったりするじゃないですか。なんか、俺はね、ぜひね、この辺は出してほしいですね、Kindle でやりましょう。というお話でですね、すっごい盛り上がったんですが、なんとお時間が来ましたね。もう実は過ぎているぐらいでですね、ここでちょっと今日はお別れということなんですけど、またね、ということでですね、じゃあ最後にこの本ですね、お二人が、はい、示される技術、こちら、はい、絶賛発売中です。ドゥンドゥンドゥンホリエモンチャンネルということで、あ、じゃあちょっと小林克也さんで、じゃあ最後これをじゃあ宣伝していただいて、丹波哲郎でもいいですか？丹波哲郎でいいですよ。丹波哲郎さんで大丈夫です。何が何でも呼んでもらわないと困るよ。はい、ということで皆さんぜひご購入してくださいということで、本日 YouTube チャンネル居酒屋バー、居酒屋ホリエモンチャンネル以上です。ありがとうございました。本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。一緒に乾杯した斉藤豊さんとホリエモンの共著、指名される技術、六本木ホステスから盗んだ稼ぐための仕事術は、クライアントをリピートさせる技術を分析した本、ビジネスに役立つこと間違いなしの一冊です。また斉藤豊さんはリンゴの木の下でなど他にも数々の書籍を出されています。現在は絶版になっていますが、この番組で再版になるかも。今後の動向にも注目です。本日ご協力いただきましたアグリ5566は、渋谷道玄坂にあります大人の隠れ家居酒屋。落ち着いた店内と全国各地から取り寄せたこだわった食材の大人気店、ぜひ足を運んでみてください。さて、次回はどんなゲストがいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。
じでいることに夢を託してたのは悲しくて泣いてた日も。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。